スパイスガールズは8500万枚以上のレコードを売り上げた歴代で最も商業的に成功しているガールグループである。売れたガールグループの一覧は世界的に音楽 CD レコードが売れたガールグループの一覧である。世界的に売れている歴代上位10組は次の通りである。多くの国で実証された販売報告が不足しているため、 世界のシングル販売枚数を知ることは極めて困難である。ガールグループとして過去最高の売り上げを記録したのはスペイン出身の女性二人組グループバカラのデビューシングルで全世界で1600から1800万枚を売り上げたイエスサー、アイキャンブギである。三人組以上のグループではイギリスのスパイスガールズが1996年に発表したワナビーで 世界中で800万枚を売り上げたと考えられている。その他の売れたシングルとして、ラスケチャップのアセレヘ、プッシーキャットドールズのドンチャ、などがある。オーストラリアレコード産業協会公認によるプラチナ以上のシングル、アリアがオーストラリアのチャートを集計し始めた1989年以来の認定のみが含まれる。2014年11月以降は、 シングルチャートに有料オーディオストリームが含まれるようになり、販売と認定に数えられるようになった。フランスで最も売れたガールグループのシングルは、スペインのグループラスケチャップのアセレヘと推定され、売り上げは175万枚。販売のみの基づく認定販売、オンデマンドデジタルストリーミングに基づく、認定ニュージーランドレコード産業協会による認定。 2014年11月以降、シングルの認定資格にはストリーミングが含まれているため、この日付以前の認定と比較することができない。販売のみに基づく認定販売、オンデマンドデジタルストリーミングに基づく、認定販売のみに基づく認定販売、オンデマンドデジタルストリーミングに基づく認定。ありがとうございます。